というわけで皆さんこんにちは、こんばんは、高山です。前回はアハモがすごいぞって動画を上げたんですけど、今回はその競合ほぼとラインモも含めて各キャリアのすごいところ、つまり他にはないそれぞれのメリットを6分で完全解説します。では用意スタート。まずね、アハモのすげーポイントを解説します。これは前回の動画でもかなり熱弁したので短めにまとめます。1つ目、アハモの新規契約と同時に購入できる機種がめっちゃ安いです。 iPhone 11 64GB で Apple 公式サイトより約1万5000円も安い。最近の Galaxy や Xperia も2万円以上安いっていう利益度外視のとんでも価格です。もちろん変な縛りも一切なしです。分割払いも可能です。もう確実にオークションの中古相場が荒れます。まずこれが1つ。2つ目、5分かけ放題を含めた月額費用が2年目から最安になります。これはね、前回紹介した時点で1年目から最安だったんですが、 LINEMO がね、1年間月額500円引き特典を追加したので2年目以降となりました。合計価格で逆転するタイミングなどは LINEMO の紹介の時に詳しく解説するので、ここでは省略します。そして3つ目、海外データローミングも 20GB 使うことができます。これはね、前回がっつりとは紹介しなかったんですが、3社で比較するとアハモにしかないメリットなんです。普通ね、海外での通信って向こうの国の通信会社を経由したりするんで、まあ当たり前ですけどそれなりに追加料金がかかるんですよね。だからよく海外に行く人は現地でプリペイドSIMを買ったりするわけですよ。空港に売ってる国も増えましたからね。でもアハモに変えればその手間がなくなります。一応ね、15日以上使う人には速度制限があったりするのですが、追加料金はないのでかなり使い勝手がいいです。旅行の時とかもね、安心ですよね。なお総合使用料は国内と共用になるので、それだけは注意してください。はい、次はポボのいいところを解説します。まずね、ポボには24時間データ使い放題パックっていうのがあります。これは例えば 20GB の容量を使い切った後でも200円支払えば24時間使い放題状態にできるオプションです。また使い切っていない状態でも、今日めっちゃ使うんだよなってタイミングで200円課金すれば、おそらく24時間カウントフリーにできるシステムです。これかなり面白いシステムですよね。大量のアプリとかデータをダウンロードしたい場合はまとめて1日だけ200円課金してダウンロード全部終わらせてしまえば 20GB カウントに入らないわけですよ。工夫次第でかなり幅が広がりそうなオプションだと思いませんか？最近は容量 3GB ぐらい使う 3D ゲームとかもね、いくらでもあるので、こういうサービスはありがたいですよね。まずこれが最大の利点です。あとね、細々とした部分なんですが、家族割などは他の3社と同様で対象外なんですが、21年夏までに申し込めば家族割の人数カウントには含めてくれるっていうかなり特殊なキャンペーンがあります。つまりポボが割引で安くなることはないんですが、他の家族割が適用されている au のプランを契約している身内がいれば、そちら側は少し安くなるかもしれないっていうことです。契約人数が多いほど割引が適用されますからね。ややこしいですけど他の競合にはないポイントです。あともう一つ、キャリア決済が利用可能です。アハモは SP モード決済非対応で、 LINEMO は4月中旬以降対応予定という状況なので、現状はっきりと使えると公表しているのはポボだけになります。月額課金などを継続して利用している人にはありがたいポイントですよね。では最後に LINEMO のすごいところを解説します。まずね、 LINEMO は1年間の月額費用が最安になります。これはね、かけ放題オプションを1年間マイナス500円するというキャンペーンを追加したからなんですが、5分かけ放題込みでもアハモより税抜き220円安いです。月額ではなく合計費用で計算すると、支払い21ヶ月目までは LINEMO の方が安くなりますが、22ヶ月目以降はアハモが逆転して最安になります。つまり1年間だけ LINEMO の割引を美味しくいただいて、その後にアハモに乗り換えるなどすれば5分かけほなら最安運用できるということになります。まずこれが1つです。2つ目は LINE ギガフリーっていう独自のカウントフリー機能です。これは LINE を使ったビデオ通話や電話、トーク中の画像と動画の送信などが 20GB にカウントされないというシステムです。 LINE モバイルでも同じ仕組みが採用されていましたよね。
普段 LINE でビデオ通話を多用する場合や大量のデータ交換を行うユーザーはかなり恩恵を受けることになるシステムです。一応スタンプショップの閲覧や LINE 内で他社サイトを開いた場合などはカウントフリー対象外になるので注意は必要ですが、それでも 20GB あるのでハードめに LINE を使う場合は総合的に考えると結構な容量を使えるプランになりますよね。また LINE スタンプも5個無料で使うことができます。クリエイターズスタンプ限定ですが同時使用5個まで自由に交換して利用することができます。制限付きの使い放題みたいな感じですね。これらの LINE がお得に使えるポイントが2つ目の利点です。そして3つ目、 eSIM がサービス開始後にすぐ使うことができます。eSIM っていうのは簡単に言うと物理的な SIM カードなしで SIM と同様のサービスが利用できるシステムなんですが、 LINE もだけはすでに契約後即日 QR コードを読み込めば eSIM を使うことができますと具体的な対応を公表しています。これはね、いち早く eSIM 利用をしたいユーザーや郵送を待つのが面倒なユーザーにかなり刺さりますよね。こういうのを先行して取り入れてくれるのはありがたいですよね。そして最後に最大の利点、本田翼さんが可愛すぎる。なんでこんな可愛いん？これだけで契約する価値ありますよね。セブンティーン、ラブベリー、ノンノの専属モデルの時とかはね、ロングヘアだったりもしたんですよ。これがまたすごくいい。 YouTube チャンネルの自然体な感じも最高に可愛いですよね。もはや天使というより目が。ということで本来なら6分に収まっていたはずなんですが、ちょっと過ぎてしまいましたね。ごめんなさい。気を取り直して一応ね、各社の利点を表にまとめるとこんな感じになります。こうやって見ると意外とね、各社独自でいくつかのオリジナルサービスを展開しているんですよね。どれにしようかなって選ぶ際の基準に使えそうですよね。安く iPhone11 を買いたかったらアハモにすればいいし、1日だけめっちゃデータ容量使うんだったらポボにすればいいし、とりあえず最安で1年間使ってみたかったら LINE もにすればいいし、という具合でね、選べばいいと思います。また各社足並みを揃えているデータ容量とか、ちょっとね変化が出た月額料金の表とかもね、一応作ったんですけどこんな感じです。 5G とかはね、対応端末が必要なサービスですが、ポボのみ夏以降対応とアナウンスされているので注意してください。あとは Apple Watch のモバイル通信は基本的に3社とも現状では非対応としております。また前回も紹介したように留守電や転送も非対応になっているので、こちらも注意してください。あとね、楽天アンリミットをこの表に加えるとこんな感じになります。表だけ見るとめちゃくちゃ安くてサービスも最高に見えるんですけど、データ通信は全て楽天回線の県内のみの場合になるので、県外になると速度制限などが入ったりします。現在楽天回線は都市部の一部環境でのみ快適に使えるような状況ですので、生活範囲がバッチリ収まっているようなユーザー以外はこの表通りの快適利用はできないです。僕もね、1年ぐらい所持していますが、ずっと自宅で寝てるシムになっちゃってます。はい、というわけで今回の解説は以上となります。各社それぞれの良いところ、少しは分かりやすく解説できているといいんですけど、分かりにくかったらごめんなさい。また今回は3社の良いところ、契約のメリットについて特化してお伝えしましたが、もちろんデメリットもありますので、3社のダメなところ、これの比較動画も需要があれば作りますので、よかったらコメントで教えてもらえると嬉しいです。あとね、 MVNO 格安 SIM で IIJMIO とかマイネオとかね、さらに安くなってて比較対象として検討している方がいると思うので、こちらの話も概要欄への追記や追加動画などで対応したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは良きスマホライフを。またお会いしましょう。バイバイ。いやでもほんと翼さん可愛いな。何回線契約してお布施すればいい。